お寺の娘だけど質問ある？すれ立ったら答えるよ。座禅すんの？座禅する宗派じゃないんだよね。小手に座ってつける？つけないよ。普通の名前じゃないだろ。鳥居ってどっちかっていうと神社だよね。何歳ですか？ 19。 人間の苦しみはどうすればなくなりますか？私はそうではないので、そういった相談はご遠慮ください。男兄弟いるの？後継ぎ決まってる？弟いるから後継問題はないよ。彼氏がキリスト教徒でもいいんですか？それはダメだと思われる。何代くらい続いてる？鎌倉から続いてて33代目。ほう、宗派は聞いたらダメ。一番有名だと思われる宗派。夜ご飯はどんなのを食べますか？一般人と同じように何でも食べるよ。クリスマスとか初詣はするの？するよ。これはお寺によると思う。霊感あるか？ない、あったら大変そう。不動明王のことどう思う？かっこいいと思う。お肉とか食べても大丈夫なのかしら？なん、イメージは精進料理なのです。具は？昔は精進料理みたいなのだったらしいけど、現代は何でも食べるよ。カトリックの印象をどうぞ。人それぞれ信仰があっていいと思うよ。ちなみに私も仏教をすごく信仰してるとかではない。鎌倉時代から33代って大きなお寺だよね。それ金持ちなの？移築されたからあんまり大きくないかも。お金持ちではないよ。全然貧乏でもないけど。今学生？仏教系の大学？違うよ。小学校はそうだったけど。今は大学生ってこと？勉強はできる方だった？大学生やってるよ。勉強は普通かな。寺って寒くない？木造だからすっごい寒いよ。昔ネトゲで神社の娘と知り合ったけど、ネトゲしてた？神社の娘じゃないよ私は。釈迦の教えは執着を捨てることなんだよ。それとは無楽の我欲まみれが衆の塊の俗物が仏教語って詐欺で金巻き上げてんだから。何の公共税もないんだから税金がっつり取れよ。非課税とかふざけすぎ。自営業扱いだから税金少しは払ってると思うよ。嘘つけよ。隠れて高級車乗ってんだろう。家だって寺なんだから非課税だろ。宗教部分の寺院経営、非課税部分と厳密に線引きできるわけないんだから。未成年に言われても詳しいことはわかりません。ごめんなさい。大体伝わるやりとかあるの？空襲で昔焼けちゃったって。幽霊怖いか聞いてんだが。幽霊は見たことないよ。仏教には基本的に幽霊は信じていないと思うし。檀家どんくらいいんの？200弱だったと思う。寺の娘で良かったことと悪かったことは？親の仕事聞かれた時に言うと、いろいろ突っ込まれるからめんどくさいのが悪いこと。お檀家さんからお年玉もらえるのはいいことかな。普通の家に生まれたかったって思うこともあるよ。寺だと休暇取りづらくない？それで困ることってあった？親戚の人に留守番頼まないといけないから旅行とかは行きにくいかもね。住んでるのは普通の家？見た目とか広さとか。住んでるのは普通の一軒家だよ。すごい大きくもない。男だと継ぐイメージあるけど、女だけだとどうなんの？婿もらうか、女が継ぐかだと思うよ。弟がかわいそうだと思わんのか？少しかわいそうだと思うけど、弟もちゃんと大学は行くし、就職もするよ。父親が引退するまではね。今はお寺だけで食べていける時代じゃないから。檀家からお年玉もらえるなんて羨ましい。親の職業聞かれて突っ込まれるってことは、結婚するときとか変に構える人がいそうで大変かもね。歴史ある寺だし、しきたりとかあるの？すごい厳しいしきたりではないけど、業界で結婚式はダメって言われてる。宗教法人で資産プールしてそれを相続する弟は相続税ゼロ。檀家が300人いれば寺院経営できるのに、そんなもんじゃないだろ。寄付やら宗教行為は全て非課税。弟は超勝ち組。全然かわいそうじゃない。ふざけんな、税金納めろ。生臭さ坊主。ここで一本目のお話は終了です。お寺系、坊さんだけど質問ある？つってもまだ若造だけど、答えられる範囲で答えます。エロ本どこに隠してる？エロ本は隠さず本だな、男なら。あら、用した？ん？断食ならした。あのポクポク叩くやついくらすんの？ピンキリだけどでかいやつは無駄に数十万。どの宗派？具体的には言えないけど、地めっちゃうまい坊さんが買えそう。中国から持って帰ってきたあれか。修行つらい？そう。今は全然だけど、学生時代は辛かった。高校から大学卒業までお寺住み込みだったんだけど、お寺社会って軍隊的というか、とにかくきつかったよ。日蓮宗に小さい頃連れてかれて脱走したっていうスレを前に見たけど、それもかなり軍隊的だったな。先輩による後輩のしごきがすごく厳しい印象。日蓮系はちょっと怖いな。でも、先輩からの殴る蹴るは当たり前だった。割と世間から遮断されてるし、女も無理だからストレスの吐け口がそこしかなかったんだろうな。俺も坊さんだけど収入どんくらい？まだ住職じゃなくて、親父の下で働いてるから、月手取り15万くらい。親父は結構稼いでる。ロリコン。いな、JK と女子アナにしか興味ない。坊さんの一日を教えてくれ。朝5時半起床、6時お勤め、7時朝食、8時仕事、檀家回り、15時仕事終わり、日によるけど大体こんくらい、19時夕食、0時就寝。もちろん修行中とかは全然違うけど、俺は今こんな感じ。ナム大師返上混合って、ナム大師なの？ナム大師なの？なんか両方聞くけど。大師だよ。修行中、ナム大師炎上混合って唱えたら師匠に殴られた。滑舌悪いと致命的。嫁探しはどうすんの？30過ぎても3日なかったらお見合い。
どっかの寺の娘とか、檀家の娘とかと。曹洞宗の総本山の近くに住んでるけど、あいつら本当に坊主かよ。ゆるすぎるだろ。マジ？俺永平寺にすごい憧れ持ってたんだけど。でも、どこの本山も正直そんなもん。曹洞宗は4本山ですで。あ、総持寺の方か。鶴見は全体的に民度がやばい。土地持ってる？親父が持ってたけど、寺が傾きかけた時全部売ったらしい。マイクラで観光客に開放してないお寺再現したいんだけど、頼めば境内に入れてくれるかな？お寺によるんじゃないかな。なんで使用するの？神さんに近づくため？その声を聞くため？それとも死後の世界で幸福に暮らすため？そのために一切の煩悩を排除するって聞いたけど、一番の煩悩は、神さんに近づこうって卑しい感性そのものじゃないのかな？目指すのは神じゃない、仏、目的は、人々を救うためだね、本来は。で、うちの宗派は煩悩を捨てよ、とは言わない、むしろ煩悩を持ってろ、っていう。仏になりたいのも人を救いたいってのも煩悩だから、そのエネルギーを捨てちゃダメだ、いい方向に利用しろ。って教え。檀家数いくつでその月収？都市部？田舎？大体500？ん？都市部っちゃ都市。地方都市のベッドタウン。なんか座り続けて問答答えてハッとしたら悟るんだろ？でそれを捨ててこその悟りらしいじゃん。どこのか知らないけど。禅宗だな、無我の境地ってやつ。あんなストイックな方法俺には無理だわ。社会のダミだよな。その通りだと思うよ。どこもそうだと思うけど、組織として本当に腐りきってる。肉とか魚食べる？みんな好きなもん食ってる。俺は肉も魚も好きじゃないから毎日ラーメンばっか食ってる。法事の時坊さんがヘルメットしてバイクで来た時はビビった。めっちゃ都会はめっちゃ田舎は坊主ライダー多いよな。うちは雪国だから無理だけど。青森なんだなこれが。やるなその坊さん。寺とか燃やされてるから気をつけてね。マジ？あ、でもうち鉄筋コンクリートだから。いや、でも気をつけるわありがとう。よその州との交流ってあるの？割とある。学生の時も、他宗派の坊さん目指してる大学生と合同シンポジウムしてたし、同じ町なら組合作ってたまに会議したり。暴挙大信仰宗教の発生元の宗派とは一切ないけど。やっぱり、派とは州同士で仲悪いの？それとも一のとこがたまたまそうなだけ？仲悪いってか宗派間で交流がない。向こうがすごいこっちを毛嫌いしてくるから、こっちも関わらないようにしてるみたい。それぞれ地方によって事情は違うだろうけど。四国88箇所でも日蓮系だけなかった気がする。そうだね、俺も四国歩いた時、他宗派のお寺が意外に多くてびっくりしたけど、日蓮系は記憶にないわ。オナニーするの？だって、オナニーは体にいいって中学の保健体育の教科書に書いてたんだもん。やっぱ仏教系の学校出てんの？高校、大学ともに系列の学校だった。日蓮召集ってなんであんなにクズなの？クズとは言えないけど、日蓮はカリスマ、時代のニーズに敏感に反応できる天才肌だった。ダメなのは鎌倉時代のニーズに応えた教理を今でも受け継いでるところ。まあ、派生した教団は大成功を収めてるわけだけどさ。飼ってる犬が死んだら自分が入る予定の墓に入れてもいいの？なんか法律上難しかったと思う。俺の学んだ限りでは、あまり良くないかな。先祖もいるだろうし子孫も入るだろうし、そこは分けといた方がいいと思うぞ。旦那寺のご住職にご相談を。お寺さんには一度相談してるんだけど、あまりいい返事はされなかったな。絶対ダメじゃないけど、できたら横に小さな墓を建てて分けた方がいいって言われた。うちの墓に入ってるのは20年前に丸くなった父親だけで、これから入る予定なのは母親とおそらくこのまま独身で終わっちゃう自分だけなんだよ。そうか。住職も OK なら、希望通りでいいんじゃないかな。資本主義の財布野郎ばっかだよな。さすがベンチャー集団が勃興した鎌倉時代のニーズか。まあ、当時の坊さんは今以上に生き残るのに必死だったんだな。しかも、神言とか天台とかは、天皇や貴族や武将しか相手にしなかったから。彼らのおかげでだいぶ民衆は救われたと思うぞ。四国歩いてたら歯抜けのおっさんにコンコンと語られたわ。お稲荷さんを畜生の神云々、お遍路さんを遊び云々。ああいう排他的な宗派全員死んでくれんかな。何に生かされてるかの謙虚さが皆無やわ。遍路はホームレスばっかだよな。俺も絡まれた。〇〇学会のおっさんにめっちゃ怒鳴られたり。俺の場合は軽に乗ったおっさん二人組だったよ。変な冊子渡そうとしてきたから断ったら捨て台詞吐かれたわ。幸せ解いてるくせに全然幸せそうじゃなかったわ。大体、幸福になるべき思考に取り憑かれた囚人みたいやったわ。そういうおっさんいるよな。他人の人生干渉すんなって思う。まあ干渉すんのが宗教家なんだけど。ハゲ？厳密に言えば3ミリ。俺、日蓮宗の僧侶。死ねハゲ。いや、マジだって。マジだからか。こんにちは。1の年齢と性癖。25歳、カメラを回しながらの行為、もちろん任意で。同い年だし。明日から本気出すと毎日言ってる俺に説法をしてください。お前が無駄に生きた今日は昨日なんちゃら以外で。10年後の自分が人生やり直すためにタイムスリップしたと思って頑張りなさい。なんかコピペで見たことあるぞ。ごめん、あまりいいのが思い浮かばなかったんだ。ごめん。宗教とか東大でいいんだよ。ずーんとそびえ立っとけ。こっちに寄ってくんな死ねハゲ。本来はそういうもんだよね。俺もそうする。健康な人たちは仏教ではどうなの？OK なの？政治的、民族的思想はあまり関係ないよ。
坊主の溜まり場になってみわけつかね。コテか取りよろ。コテ？俺一だけど何がいい？いいのが思いつかん。面倒だから、坊主一号でどうよ。それじゃ本人が納得しないだろう。知恵の大僧正なんてどうだ？コテは三つ比でイコール総展開はいかが？じゃあシンプルに坊主一号で、天海さん他宗派だから遠慮しとく。ネタで書いたのに、マジで坊主一号とは、南極三号並みにありがたくないぞ。さっさと開業してくれよ。真言宗の中で法華経ってどういう位置づけ？10個ランクあるんだけど、3番目に高いランクの教え。教えにランクがあんのか。不思議な話だな。まあ、優劣ではなく上下ってことなんだろうが、そのランクは空海上人が決めたの？そうだね、決めたのは空海さんだな。ランクって言うと言い方悪かったか、道筋だね。順番みたいなもん。日蓮宗にもその順番はあるから、実は不思議でもないんだが、空海上人はどういう基準で選ばれたの？重々神論ってやつに詳しく書いてる。異性帝王神、煩悩にまみれた心。不動寺祭神、道徳の目覚め、儒教的境地。平等無為神、教族思考、インド哲学、老僧思想の境地。唯雲無我神、正常仏教のうち正門の境地。抜合円寿神、正常仏教のうち円覚の境地。大円大乗神、大乗仏教のうち唯意識、発想宗の境地。核心不正神、大乗仏教のうち中眼、三論宗の境地。一道無為神、大乗仏教のうち天台宗の境地。極無自性神、大乗仏教のうち華厳宗の境地。秘密正言神、真言密教の境地。ヒップホップを応用して踊り念仏とかやらないのか？ヨーヨー自民党は正しいよー。そういう人もいる DJ やってたり、なんかニコ動にもいたろ？ちょっと飯食ってくる。気質ならごめん、そうになるのはどうすればいい？まだ味噌ラーメンができてなかった。師匠を見つける。得度、樹海。修行、100日だったり数週間だったり、他宗派はわからん。感情、真言では、認定。オウムも仏教も大して変わらんよな。それは違うと断言する。オウムは仏教を利用した洗脳カルト。気温に行くとよく坊主が来ているな。若い坊さんが5人ぐらいカラオケボックスにいたのに笑った。そうだね、俺らの本山もその辺だから、修行中なのに抜け出して遊びに行ってる奴とかもいた。そういう奴らが大概偉くなる不思議。サバゲー好きなお坊さんもいるらしいし、なんか可愛い。前、仕事で行った寺の住職の部屋には魚卓が飾られていた。坊さんも人間だから仕方なし。でも、2チャンネルで東北地震を瓦礫の中を雪の降っている中、拝みながら歩いている坊さんの写真見た時には感動した。俺はお坊さんのそういう人間らしいところが好きだよ。いい意味で、おいクソ坊主、ってなって親しみ持てる。まあ、坊さんなんて一般の人より人間臭いよ。俺も被災地には何度も行ってるけど、坊さんなんて無力なもんだね。被災地に行ったのか、偉いな。気温で芸者遊びしている風坊主に爪の赤でも飲ませてやりたい。なんか京都の坊さんにとって芸者遊びはステータスらしいね。先輩がお偉いさんと言ったらしく、すごい自慢してきてうざかった懐かしき学生時代。本部への上納金って年間どれぐらいノルマがあるの？宗派によるけど、檀家の数によって納める額が決まってる。うちは檀家500くらいで年50万くらい。あれ、意外と安いのかな？500ってすげえな。人雇わないと布教活動できなくないか。かなり忙しいけど、なんとかなってる。あんまりにもあんまりな時は、隣町のお寺にヘルプを頼む。味噌ラーメンができた。ちょっと食ってくる。今も食い詰め者の雇用受け入れ先っていう機能を果たしている自社はないの？ごちそうさまでした。俺の周りでは聞いたことないな。四国に、お遍路旅の途中の人が住み込みで数ヶ月以上お手伝いしてたお寺があった。俺の先輩も言ってたわ、四国の札所。ブラックどころじゃなかったらしいけど。うちは定年した後のおばちゃんとかお手伝いとしてお給料払ってるよ。少ししか払えないけどね。ああ、そういうことなら、学生時代バイトに行ったでかい寺は、檀家で定年退職したじっちゃんばっちゃんを雇ってたわ。坊主になんなくっていいって親に言われたらどうしてた？親に坊主になれと言われたことはないよ。でもまあ、寺の息子じゃなかったらって考えたら、俺は農業をしたかったな。家庭菜園やってるじいちゃん坊さんとかいい感じ。しかも槍の達人みたいな。昔は多かったらしいしね、自給自足の住職は。やっぱ貧しかったんだな。まあ槍の達人はバガボンドでしか見たことないけどな。葬式で坊さんがもらえるのっていくらぐらい？ぶっちゃけ法外な金額。手元に入ってくるのは50万から100万くらいじゃないかな。開業料取ってるとことそうじゃないとこだと運で。檀家にお任せして多くて10万みたいなところもあるというのに。まあ、葬式族のみ、見習い、って言えることじゃないんだけどね。まあ、坊さん業界もピンキリだよね。坊主丸儲けって言うけど、実際は2割の金持ち寺と8割の貧乏掛け持ち寺だもんな。今後の人生設計は？檀家制度は限界があるから。幸い地元が観光客とかビジネスマンが多く立ち寄る街だから、宿坊やりながらひっそりと坊さんやってこうと思う。そうか、昔は荘園制度があったし、江戸時代もそこそこ保護されてたから、社会のはみ出し物を受け入れることができてたんだな。そうだね、寺だ、寺内とかの名字の人は、そういう人がルーツの場合があるらしいし、いわゆる士農工商の外にいた人は、仕事の関係上、寺の付近にいることが多かったらしい。宿坊に出張のサラリーマンも泊まれるの？
誰でも、俺も宿坊でバイトしてたけど、本当にいろんな人が来る。最近は外国人が多い。さすがにホームレスが来た時はビビったけど。あ、外人さんはそういうの好きそうだね。ご本尊は何？うん、めっちゃ喜んでくれるから、こっちも嬉しくなるよ。薬師如来さん。虚空蔵菩薩ちゃん。真言が言いづらくて神っ神なんですけど、どうしたらいいですか？コロコロ、朝のお勤めではどんなお経を唱えてんの？おう、うちは、開教下、般若心経、立教、回向、真言、かな40分くらい。四国線路でご本尊が薬師さんのところが多かったから覚えてしまった。あとはお地蔵さんとか阿弥陀さんとか、40分もかかるの？立教をフルで唱えるとかなのかな？そうだね、やっぱその辺の仏さんを推し面にする人が多かったんだな。うん、立教フル、結構きつい。推し面言うな。まあ無病息災とかの方が受けが良かったんだろうな。すまん。お坊さんの嫁になるのに必須のスキルは？人付き合いこれに尽きる。おまけとして事務仕事と家事ができりゃ儲けもん。マジで心霊写真とか持ち込んだら払ってくれんの？てか霊とか信じてる？見える？うん、払うよ。めっちゃ多い。個人的にはいるともいないとも思わないな。でも、そういう悪い気みたいなんは絶対にあると思う。悪意とか殺意みたいな。その人が心霊写真を不気味がって怖がってるという現象が起こってるのは事実だもんね。その怖いという悪い気をお祓いしてやって、気を晴らしてやるのは大事だと思うよ。気を晴らせられればお祓い成功だと思うし、晴らせられなければお祓い失敗とも言えるかな。うん、結局その人によるからね。親父曰く、親父も霊感ゼロだけど、お化け、怖いと思ったもん負けらしいよ。そういう意味では信じないのが一番賢い。気は確かにあるかもしれない。あと、今までで一番怖かったオカルト現象みたいなのあったら、よろしければ教えてほしい。曲ではないけど、小学生の時家族で湖にキャンプに行って、暑かったから夜にテントを蚊帳状態にして寝たんだ。で、俺を挟んで両サイドに母さんと妹がいたんだけど、母ちゃんが急に俺らの上に覆いかぶさってきたの。何かなぁと思ったけど、翌日聞いたら、十何人もの人がびっしりテントを囲んで中を覗いてたんだって。母さんの人生でベストオブ恐怖体験だったらしい。想像以上に怖かったわ、ありがとう。なんか覗いてるだけとか糸の読めない行動ってやっぱり怖いな。ね、言いたいことあるなら直接来いやって思う。来たら漏れるほど怖いけど。動く仏像フィルアがちょっと前に話題になったじゃん。ポーズ的にどうなのよ。造形がめっちゃ気合い入ってて感心した。動きさえしなければ欲しかった。ポーズ何人か知ってるけどエロいのしかおらんな。金牌や風俗、説法なんて聞く気うせるわ。宗派や人によると思うよ。俺の知ってる人は血を得てもなお自戒してるし。好きな AV 女優は？俺もエロいから否定はしないし、その通りだと思うけど一つだけいい？俺は風俗は行ったことがない。その辺の奴らと一緒にしないでくれ。夏目奈々。なんか笑った。般若心経試験読んだ？意味不すぎて手も足も出ない。まあ空海が天才ってのは分かったけど。うん、必修レベル。授業でもやったけど、正直難しくてよくわかんない。般若心経の最後のガテーガテーパラーガテーの部分が真言だから。要は真言唱えなきゃ仏になれないから真言集はすげえぞって感じの著作読んだ印象では。だけどやっぱプロでも難しいのね。他にも聞きたいことあるけど、そろそろ出かけるのでおつ。勉強不足ですまん。般若心経の真言以外の部分って唱える意味ってあるのか？真言の部分だけが重要だと聞いたことがあるんだが、無知ですまん。重要だと思うよ。仏教のエッセンスをあんだけ端的に詰め込んだ経典はないし、すごいお経だと思う。そろそろ質問も少なくなってきたし、退座しますかな。ありがとう、勉強になった。ありがとう。質問してくれた人、ありがとう。生きとし生けるものすべてに幸あれ。最後にこれだけ。俺はもともと宗教や仏教を何も知らずに批判してたんだけど、お坊さんらを論破してやろうと思って仏教や宗教の勉強をしたら、逆に見事にはまってしまった。クソ坊主やで逃げ場システム、一般人にも問題がある、や組織の腐敗ってのは絶対になくならないし、それが世の常だと思う。けど俺みたいに考えを改めて応援してやろうって人間も出てくると思うし、いつの時代にも心の拠り所は必要だと思う。これからも頑張って人々の拠り所となってくれ。そうなれるようなお坊さんになってくれ。あばよ、達者でな。ここで全てのお話は終了です。普段なかなか知る機会のない興味深いお話でしたね。